夢ラジオ第28回、今日は平成28年11月22日火曜日です。時刻は午後1時50分、2時前ですね。今日は午前中は投資でちょっと手がいっぱいでした。日経平均1万8000円到達して、まあ小幅な動きですね。昨日の夜ニューヨークダウが上がりましたから、今日は日経平均もっと上がるかなと思ってましたが、まあ確定売りが出たんでしょうね。1万8000円ちょっと超えたあたりです。今日は夢ラジオの第28回、高校紹介です。国立の学校でお茶の水女子大学附属高校を取り上げましょう。お茶校って呼ばれてますね。もちろん女子校です。有楽町線の北の方に行く線路に乗ると、線路の電車に乗ると護国寺っていう駅があるんです。で、その護国寺で降りたところがお茶の水女子大学で、そしてそのお茶台の敷地の中に幼稚園から大学までがドーンと全部揃ってます。護国寺は五代将軍、江戸の五代将軍綱吉のお母さんで、継承院というお母さんいたんですけどね、綱吉のお母さん、まあもうおばあさんですね。そのおばあさんになってた継承院が、まあ建てたお寺なんです。護国寺は大きなお寺ですよ。その隣にあるのがお茶台であり、今回のテーマはお茶香です。ちなみにこの継承院とか、あるいはその息子の五代将軍綱吉ですよね、時代劇出てくる時にはなんか悪者で出てきます。あるいは悪者じゃない場合はなんか頭ちょっとおかしいみたいな感じで出てきます。生類憐れみの霊みたいな、そのお触れが不評だったからなのかもしれませんが、ただし生き物を慈しもうというこの仏教の教えに正しく従えば、そんなお触れにもなるはなります。しかも生類憐れみの霊はともかく、元禄時代ですから、綱吉の頃元禄文化が大いに流行って、そして文化の発展というのは経済の発展と不可分ですから、経済の発展と文化の発展は不可分ですから、当然元禄時代には非常に経済活動が活発になりました。なんかそこが全然見落とされますね。つまり綱吉ってバカな将軍って言われたりしますが、そんなイメージ広まってるけど、その知性はそれほど悪いものではなく、どころか経済活動を活発にし、文化が非常に栄えた元禄時代を作ったと、こういう評価はできます。綱吉です。逆にその八代将軍吉宗ってなんかヒーローみたいになってますよ、時代劇では。八代将軍吉宗、
けどこの人倹約して経済縮めてデフレ政策を行ったから一揆が起き始めましたね、八代将軍の時。そして米の価格も下がったから要するにデフレです。その八代将軍吉宗はもう米の価格にいつも悩んでたみたいな、それは当たり前で、契約活動したら経済は縮小して、そして物の値段は下がってみんな困ります。決して経済的な面で吉宗の知性は良いものではありませんでした。しかもこの吉宗のこの政策でね、縮こまったその日本の経済、これがまたやっと復活するのはその九代将軍家重でしたが、九代将軍家重のそのに重用された田沼意次になってからですね。だから田沼時代また非常に経済を緩めて、つまり吉宗の倹約令やめちゃったわけです。そして経済活動が復活し、しかも九代将軍ぐらいの頃になってますから、だんだんと近代的な意味での資本主義も日本に発達し始めた頃が田沼時代です。さて歴史の話は置いておきましょう。今日はお茶香ですね、テーマは。で、その護国寺、失礼しました、護国寺のお隣にあるお茶香なんですけど、当然国立の高校だってことで学費は安いと思います。ただお茶香生に君学費いくらと私は聞いたことありません。で、菊とか蘭とか梅とかっていうクラスの名前がついてます。菊蘭梅、KRU とか言ったりしますね、 KRU。 で、実際のお茶香生見てたら菊とか蘭とか梅とかちょっとそぐわない感じしますが、まあ呼びのクラスの呼び名はそうなってます。だから3つのクラスしかないのでこじんまりした感じです。だから国立のクラスで、しかも上に女子大もあるからそんなに大きくしなくていいっていう、そういう配慮でしょう。で、中学からも入れるし高校からも入れます。そしてさっき言ったように幼稚園もありますから、幼稚園から入ろうと思えば入れます。古い学校で遡ったら明治の初め頃に行き着きます。官立女学校と言ったり東京女学校とか言ったりしてました。で、その官立女学校とか東京女学校、これが女子高等師範になって、その女子高等師範の下の部門が今のお茶香ですね。そして、その女子高等師範が今でいうお茶台になります。ただし、この古い官立女学校という名前、あるいは東京女学校という名前がついている学校ですが、実は女学校という点で見るとこれよりももっと古く、まあ2年ぐらいの差なんですけどね、明治4年の A6 番女学校っていうのが一番古い女学校です。 A6 番女学校、築地にあって、 A6 番というのは外人の居留地の名前だったんでしょう。 A6 番っていう外人居留地のその土地の名前があって、そこに宣教師が学校を作りましたから A6 番女学校ですね。で、これが女子学院になって JG、 今の JG ですから、やっぱり一番古い女学校はそのお茶校じゃなくて JG なわけですね。この話は JG の回でも割と詳しくしておきましたから、今日はこれ以上話しません。さて、お茶校生、菊だか蘭だか梅だか、その可愛いクラスの名前にそぐわず非常にパワフルな女子多いですね。歴代のお茶校生ほぼ全てそうでした。割と自分の意見をしっかり持つとか、それを言うとか、あるいは少々のことでへこたれないとか、あるいはプレッシャーかけても頑張り抜くとか、
そういう女子ですね。ですから間違ってもお嬢さん学校ではありません、お茶子は。しかもそのお嬢様学校っぽい女子校って結局なんか英語の英語偏重で英語偏重で、あとちょっと社会やってそれで早慶受かって終わりみたいな、そのとこばっかりです。英語ができればあと社会やれば早慶ぐらい受かりますから、文系はね。でその早慶に100人ぐらいの合格者出しました、うちは進学校ですみたいなこと言ってますが、まあちょっとそれで頭の良さ測れるのかなと私は個人的に思いますね。やはり数学の力は不可欠です、本当の知性獲得するためには。ほんでそのさっき言った男勝りのお茶構成、やっぱり理系に興味示しますね。まあ男勝りだから理系なのかどうかは知りませんが、まあパワフル女子は数学もやるぞ、こういうことにしておきましょう。ですからその例えば数学の課される一橋とか、あるいはそもそも理系で医学部とか、あるいは早慶の理工、あ、東工大や横国の理工とか、そういうとこ目指す人もいますね。という感じで、この理系に強く、数学の勉強を厭わないという点において、やっぱり他の女子校とは感じが全く違います。戦前のさっき言った女子高等師範の中学校の時からもそういうパワフルな女子はいたようで、そのパワフルさが現代にも脈々と受け継がれているようです。例えば戦前の OG だったら播州平野とか信子とか、そういうのを書いたプロレタリア作家宮本百合子がいますね、お茶校の OG です。あるいはなんか女性解放の運動家で平塚雷鳥って言いますが、あの平塚雷鳥もやっぱり戦前ですよ、もちろんお茶校 OG です。ただ平塚雷鳥はお茶校であんまり馴染めなかったみたいなことを自伝では書いてますね。そのパワフルさあふれ、そして男子に負けず数学にも理系にも入っていくお茶校生、私は応援していますね。今年のクラスにも3人女子がお茶校生いますよ。やっぱり3人とも理系です。これは大したものですね。一人はもう早稲田の創造理工だったかな、そこに合格決めてるようです。あとの2人はまだ一生懸命最後までやり抜かないといけないですね。そんなお茶高生のやっぱ一番のイベントは秋の帰郷祭です、学園祭ですね。帰郷祭って輝く鏡の祭りという、これもまあ結構いい名前がついてますね。で実はあんまり出し物は見どころないんです、やっぱ女子校ですから。ただやっぱりお茶子音楽教育がやっぱりきちっとしてて、ですからその音楽の出し物には見どころありますね。だから帰郷祭に行くんだったらその音楽の出し物見に行くべきでしょう。例えば一人5分ぐらいの持ち時間でね、ピアノ弾いたりバイオリン弾いたり歌歌ったりする、そういうイベントがあります。ずっとそれが続いていきますよ。それなんか見てるとやっぱりピアノは特にですね、相当な技量を感じさせる子が出てきます。聞くとやっぱそのお茶校で教えてくれるその音楽の先生、それもやっぱすごい先生が来るようです、お茶校には。つまり通常の高校のその
なんか選択科目で音楽みたいなのがあって、そこになんか非常勤の女の先生ちょっと呼んできて、なんかお茶濁ししましょうみたいな、そんな音楽の教育ではなさそうですね。なんかもっと本格的にやってくれるようです。で、そういう薫陶を受けた女子たちが、まあそれでもまあ文化祭だからちょっと弾いてもみましょうかという感じで演奏する。それはやっぱちょっと他では聞けないようなものを出てきます。だから帰郷祭、音楽イベントがおすすめですね。あと一番上の階、校舎の一番上の階の一番隅っこのとこでやってる、毎年やってるあのバンド、そのバンドのイベント、バンドイベントでも今度は10分ぐらいですかね、10分ぐらいの持ち時間でそれぞれのバンドが腕を競っています。ただこのバンドの部屋に入るのは、その外部の人はちょっと勇気がいるでしょう。ガンガンガンみたいな曲をやってますね。お嬢様っぽく過ごしたいとか、お嬢様のふりしたいとか、そういう人にはまあ向かない学校ですが、実質的な教育受けたい、しかも安価にね、実質的な教育受けたい、つまり理系や数学にもきっちり目配りできる、案外そんな女子校少ないですよ、私立では。都内で見てもまあ桜蔭は理系すごいですね、あと豊島ヶ丘も最近理系頑張ってますが、それぐらいじゃないですか。女子校では理系を本当にきっちりやれるっていう女子校、桜蔭がそこに入るか入らないかですね。ですからそれが学費も低くお茶校でやれるって言うんだったら、私は個人的にはどうせ女子校行くんだったらこっちという感じはします。国立の高校というのでは、まあ筑波大学附属駒場、あるいはその近くにある学芸大学附属ってのがありますが、このお茶校もそうだし、お茶校の隣にね、お茶校の隣にある筑波大学附属っていう中高、ここもやっぱり国立高校です。学費がどこも安いはずです。さて今日はお茶校について語ってみました。もうすぐ3時ですね。今日も仕事がありますから、もうすぐ出る準備をしなくてはいけません。今日は晴れていて、晴れてるけど霞はかかってますから丹沢は見えません。だけどランドマークタワーとかプリンスペペとか、あとトゥイニーなんかはよく見えますね。秋の午後です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて夢ラジオ第28回、最後までご視聴いただきありがとうございました。良い午後お過ごしください。さよなら。